今日は高圧洗浄機を使ってバルコニーの掃除をしていきます。こちらですね、タンクに水を入れるとどこにでも持ち運びができるタイプですので、水道から多少離れた場所でも高圧洗浄をすることができます。それではですね、バルコニー、このように6年の汚れが溜まっています。南側のバルコニーですが、バルコニーの内側は日が当たらないので、このようにですね、日陰になるところは苔が生えている状態です。この苔を全部逆スプラトゥーン状態できれいにしていきます。そのアイテムはこちらです。高圧洗浄のストル状態ですね。こちらできれいに掃除をしていきます。このようにですね、壁面も日が当たらないところはこのようにですね、苔が生えてますので、これを一気に逆スプラトゥーンしていきます。このようにですね、あっという間に苔が飛んできます。久しぶりのお掃除ヒット商品です。これでですね、一気に全部真っ白にしていきますので、よろしくお願いします。では今度はアイテムを変えてやってみます。こちらのですね、ピストル型のよものと、こちらのブラシ、高圧の水が出るブラシのこちらのヘッドですね、に交換してみます。それではいきます。ブラシの方が広範囲に一気に落とせるのでいいですね。かなり効果が。汚れが落ちていきます。このまま一気にピッカピカにしていきましょう。
ようにですね、すごいです。ブラシを使うとさらに壁もピッカピカになりました。これで安心してですね、2階の部屋バルコニーも使えそうです。お布団を干したいな、そういう時はしっかりとこちらのような高圧洗浄逆スプラトゥーンで綺麗にしてから使ってみてはいかがでしょうか。